壁の中ですらもはや安寧の地と呼ぶことはできない。人類と巨人、壮絶な戦いの歴史が再び動き出す。シリーズ累計50万本、スパイクチューンソフトが放つ任天堂 3DS 立体起動アクションゲーム進撃の巨人、人類最後の翼についに続編が登場。新たなストーリー、キャラクター、そして待望のクラフト機能を搭載し、前作を凌駕する圧倒的ボリュームを実現。全てが正当進化を果たした進撃の巨人を遊び尽くせ。ストーリーモードではテレビアニメシーズン2の映像や BGM を収録。エレンやミカサ、リヴァイたちだけでなく、ライナーやユミルなどあらゆる視点から物語を余すことなく楽しめる。シーズン1のストーリーを振り返ってプレイすることもできる。シリーズ作品のセーブデータがあれば、コミック限定版のオリジナルアニメ悔いなき選択のミッションもプレイ可能。オリジナルキャラクターのイザベルやファーランほか、兵団へ加入前の若き日のリヴァイも登場。仲間を集え。自分だけのオリジナル兵団を作成し、全国から優秀な仲間を集めよ。壁を築け。ミッションをこなして資材を獲得。さまざまな施設を建てて兵団の拠点を強化せよ。そして駆逐しろ。より洗練された立体機動アクション、格段に向上したオンライン機能により仲間との共闘感もさらにアップ。原作キャラクターたちの誕生日には特別なイベントミッションが開放される。さらに巨人のクリエイト機能も。斬撃、射撃、工作、3種類の兵種がさらにパワーアップ。各兵種には専用のスキルが多数用意され、戦略の幅は無限に広がる。Nintendo 3DS ソフト「進撃の巨人2未来の座標」2017年11月発売。豪華特典も見逃せない。スパイクチューンソフト。